さあやるか、天地創造。その星は二つの心を持っていた。あ、オープニングで語られてたの。そういえば表の顔と裏の顔、ライトサイドとダークサイド。あ、これあれじゃん、ライト、なんかライトガイアとダークガイアか。46億年という年月は、ここでもあれだったんだ、もう出たんだね。二つの意志によって進化と衰退を繰り返している。ライトガイアが作って、なんか人間たちとか生命作って、でそれをダークガイアが破壊してるっていう、その流れをずっと繰り返してたというわけね。新たな生命が生まれる。ダークサイドの意志で氷河期を訪れる。でもこれどっちかしか存在できないんでしょ、多分。だからダークガイア倒してからあれだもんな、ライトガイア出てきたもんな。それまで一切出てこなかったもんね。道具を使う生命が生まれ、え、でもダークガイアにも何、なんかそういう生命作る能力みたいなのがあるってこと。次々と作られていく。もともとあれだもんな、地表の人間たちってあれだもんね、封印されたってことか。でもそれはダークガイアでも復活させることができるってこと。そういう感じか。神と悪魔というのはなんだ。で、なんでそんなことやったかっていうと、そのライトガイアのダークガイアのその何つうの、まあ、やり取りみたいな、それを終わらせたかったってことね。その流れは破壊と創造の流れというか。あ、でその流れを止めて、本来あってはならないこの時間が13時ってことか。そういうこと。その出なかったもんな、複数なんか、その13時とは一体何なのかみたいな。だそれ本来あってはいけない時間が13時ってことか。だからそのライトガイアとダークガイアの流れがなくなるという。いいな、じっくりなんか聞くといい感じね。いや、まさかこれが、いや、この曲がラスボスで聴けるとは。ちょっとね、あれはテンション上がるよな。うわーって感じで、まあ、ちょっとレベル上げすぎた感じは否めないけど、レベル多分30前後ぐらいだったら、もうちょっとなんか熱い勝負ができてる気がするけどね。へえ、あれ、ここら辺だっけ、ここから先の展開が。これあれか、デモシーンだ、この先は確かだったはず。で、俺なんでこれやろうと思ったかっていうと、あのね、天地創造は、あ、これ時計が、2周目の最初が、すごくいいんだって。そのエンディングを見てから、エンディングを見て、それを得て、なんかクリスタルホルモンを見るっていうのが、すごくなんかね、すごくいいらしい。俺はちょっとそれを感じたよ、俺は。一体どういう風な感じになってるのかっていうね。あ、この曲な、とてもなされていたわ。おかしな夢や、同じ夢。あー、でもこれあれか、夢で終わって夢で始まってんね。え、何の夢見てんのこの人は。おかしな夢、おかしな夢ってのはあんまいいっていうあれじゃない、いい感じじゃなそうだけどな。とても綺麗よ。でも切ないな、これ結構忘れてしまうわ。これ結構切なくないか。もうこの後の展開もどうなってるか、もう分かってしまってるからな。うわー、でもなんか、曲の重みが違うというか、なんか感じることが全然違うね、やっぱり。表の世界は涙だって。長老が。ふざけてんな。あ、出たこれ。か、助け。もうちょっとじっくり見ていくか。ジャイアン。誰かに呼ばれてるような気がするんだ。おお。これ結構怖かったよな。ここに戻ってきた時にさ、最後の直前で。ふざけんな。ふざけるな、お前ら。
言い訳をする。俺がやったんじゃねえぞ、ニワトリはニワトリのせい。謝りに行くのじゃ。あれ、こんなだったっけ、こんな感じだったっけ。謝るまで戻ってくれないと。あ、そうなの。あれ、最初になんか謝ったらなんか、まあいいや、ちょっと覚えてない、覚えてないかも。ちょっと見返すか、ちょっと。こんなだったっけ。何、ささやかな疑問。あれ、なんか、え、何それ、話変わってるな。なんだこれ、2つ、2回話しかけるとあれだな、変わるときもあるのか。なんだよそれは。そんなことがあったなんて、俺はちょっと悲しいぞ俺は。へえ、なかなか面白いね。いいとこに来たわね俺。今日のご飯抜きを、これはね、みんなで生活してんのかよ。なんか謎よ、長老の家、黒幕な。目がつぶれるって脅かすんで、どんだけで一体。目がつぶれるって嘘だろ。これがクリスタルブルーね。恐ろしいな。ああ。エンディングだとあれだもんな。エールとか映ったもんな、確か。懐かしいよ、この曲。てててて。いや、この曲いいわ。プライムブルー。プライムブルーは別にいいだろ。お、記憶使ってねえしな。ほとんど使った記憶ねえぞ。しかもラスボス戦で使えないっていうね、まさかのな。まさかの使えないっていう。ふざけやがって。ててて。いや、いいですね。いい俺じゃないか。飛び回るってのは素敵なことだよ。おいおい、まあ確かに考えたやつすげえよな。最初に考えたやつ何やってんだよ。変な気分になるんだよ、こんな風に働いていたなんて。それはちょっと恐ろしいですね。もっと話を聞かせてくれ。ダメだろこれ。いいのがこんなことやっても絶対怒られるだろ。まあ俺なら許される。どうしても幸せだ、もう分かるだろこれは。こっちは何もないのか。こんなに平和なのにな。前世の約束で結ばれているのって昔から仲良しだったの。これあいつか、あれだ、ロイとフィーだな。話がこれは前世の話あったもんね。お、エールがいる、どうも。悪さをしに来たんじゃ。このまま帰る。せえ、怒られるぞ。どうして謝らないの。まあいいじゃねえか。まあいいよ。やりそうだけどな。いたずらもほどほどにね。乱暴もな。おい、まあ確かに感じるものはなんか全然違うね、やっぱり街のようなものが見えるんだ。しかもこれ、この人なんかあれだったよね、そのエンディングのその前の時にさ、この自分の顔が見えないって言ったもんな、この泉に。だ、見えないってことはもう存在してないっていう。作られた存在というか。
それすげえ悲しいな。変な遊び。どうも。おい。クリスタルブル毎日飛んでんじゃないの。外に出ちゃダメって別にあれだろ。問題ないだろ。それはどういうあれなの一体。何？氷になっちゃうの。ああ。伏線があったのか、ここに。裏の家というのは、そういえば。開いてるわ。さあ、教えてくれ。こんなところに。何やってるの、一体。災難の差が出てるよ。まあ、災難ね。それとそうだろうな。ここから先かなりすごいあれだもんな。いろんな冒険が待っているからな。で、これ、長老に歩くと。ついでに聞いてくか、ちょっと。お、やってる。しかもこれ、俺のせいにされるしな。俺、昔だってこれなんか、俺、拒否ったのにさ。おぉ。いいですよ。試してみせてくれ。何を言ってんの、一体、お前たちは。よく言うわ、まったく。諦めるよ。触れてあげないものがあるんだって。で、なんだかんだでそうやって。なんだかんだ人のせいにするんだから、そうやってな。信じらんねえもん。あいつ行った。あ、逃げてったね。左の方だ。そして、効率減されると。イトル、これどこまでやればいいんだ俺。どこまでやるかな。全然決めてなかった。腹が痛くなってきた。血裏のテーマちょっと聞きたいな。じっくりと。今度、じっくり聞くか、じゃあ。ほら、弱虫とかなんか。イケメンっぽい顔してるくせになんかもう、どうしようもねえな。心がイケメンじゃねえぜ。懐かしいな、この曲も。から下ろしてよ。おお。パンドラの箱みたいだな。あ、パンドラの箱、これがパンドラの箱か、もしかして。で、わざわざが飛んでくるわ。黒幕の部下じゃないか、こいつは。動画見返したからなんかすげえな、これ。めっちゃ早いんだよね、この飛ばすのがなんかセリフを。どんだけ早いんだと思ったの。多分相当かなりエキサイトしたんだろうな。多分エキサイトして、さらになおかつなんかなんつうの。先をもう早く見たくてしょうがなくて、多分それで、バババババと言ってしまったのかもしれんけど。俺もついていけなかったもん。早いもん。これは知らん。何これ。どうした？動き始めてるような気がするな。そしてまさかこいつが俺を殺しに来れたなんてな。誰が想像したのか。嘘つけ。元に戻す方法。こうやって操られてるわけですね、私は。ひでえよな、でも。操られて、でそれで、結局その用済みになって、その目標を達成したら、世界復活させて、で、全部人間も復活させてってね。で、そっから。あ、これ取れんじゃねこれ。取れないのか。なんで取れねえんだよ。で、今度、結局、島あれだもんな。
ライトガイ、ライトガイもちょっとか結構ひどいね。ひどいっつうかなんか。どっちでもいいわ。見下げたやつじゃん。なんでお前だけ無事なんだって感じ。おかしいだろって。で、ライトガイにもなんかもう、なんていうの、消されるし、消されるっつうか、ひで話だなって。その、これを全部クリアするとこまでやるから、まあ、飛ばすけどな。足しんだろ。ふっ、よし、流れ。なんでだよ。疲れた。ひでえ話だ、まったく。あいつにいいように使われて。お？あんまなんかじっくり聞いた記憶ねえんだよな。千浦のテーマは。まあ、今度じっくり聞きましょう。後ほどじっくり聞きましょう。旅立ちのとこまでやるかじゃ。その、全部クリアして。そう、あれで。ある程度は分かってると思うし。この曲、この曲聴けばいろいろ思うやつな。怖すぎだろ。あ、何これ。答える気なんかないね。急いでるんだ。犯人だが犯人だが。おぉ。世界を操る資格を持つことなんだ。すげえな。世界を操る資格って。試してみるかね。行ってみますか。あれ？装備してないもしかして。このノリが、ノリっつうか曲は懐かしいだもん、すでに。いいですね。もう一周してあれだな。やりたいけどな。ラスボスちょっとレベル低いか、レベル低くしてなんか戦うみたいな。それでやってみたい気もしなくもないけど。先長そうだな、それは。それやったらいつなるかわからんわ。そんなやったら。あれ、これあれじゃないの？これフリーダムだべ。フリーダムだかどこだか忘れたけどさ。いたもんな、こいつらもな。会話が変わってるじゃないか。ちょっと地味に時間かかってんだよね。試練の問いも4つまでクリアしたけど。また夢を見たの。全然知らないところでアグニチャだよね。ああ、合ってたのかもしれないね、もしかしたら。面白いな。夢と何か連結してるな。やっておりますね。遠くを連れて行かないで。これも切ねえな。どうも。遠くに行きそうで。よくわからないで行ってみるか。何か俺を待っているような気そんな気がしてるの仕方がない。何かを持っている。めっちゃ大好きじゃねえかお前は。なんということだね。あ、この曲きっとあれ思い出したな、なんか。あの日を返してくれよーみたいな感じだ、なんか。そんな感じだったけど、なんか叫んだ、あるか叫んだシーンがあったよな。あそこも結構衝撃的だったというか。俺なんかやってないのあったよね。これ？これか？確かなんか俺一個復活させてないでよ、なんか。話を聞いたのよ。これ多分ここの気がするんだから。とりあえず全部させるか。なんかやったような記憶は、気はするんだ。俺の気のせいかい。よくわかんねえな。おい。なんでだー。これでいいのかい。ポリネシア諸島、なんかこれやったんじゃないのか。で、なんかもう一個あるという話を、こっか。
なんか発見した。こっちじゃねえか？多分。あ、でもこれは見覚えあるぞ、俺。若干の見覚えがあるけど。一体どういうことだね。そして復活すると。ムー大陸アンチ城に姿を現した。なるほどね。ほう。映っていたと。守ると一生懸命戦っていた。それ俺じゃないんじゃないの、もしかしたら。実は俺じゃない。ほうの。あ、もう違うか。それはないか。変なこと言っている。どうか遠いところに行っちゃうって。エルも。あの時と同じだよ。え、何あの時って。あの時。昔の話をしてんのか。転生の、そのあれでなんか前の話をしてるわけ。もしかしたら。さて。闇の中、お前が闇だけどな。完全にお前が闇だろ。で、そこに行ったら、旅立ってしまうというわけですね。はあ。荒れ果てた世界があって、それを元通りにして、そこに住ましてやりたいんじゃ。よくも、そのこと言ってるわ、なんか。蘇らせるんじゃ。なんでだ。やり残したこと思い出したに決まってんだろ。戻ったね。突き落とせ、このじじいを。そうすれば解決するんだもん。解決もしないけどな。お。今会えない。笑顔で送らないといけない。まあ、無理だな。まさかここから先次会う時が。あんなことになってしまったなんてな。何もしてねえよ俺は。ドラー、悲しいぜエル。あの時と同じか。確かに感じ方が全然違ってくるな。2周目やると。堪能して俺は。しかし、長老怖いけどね。このなんか、戻ってきたクケケケだっけな、クケケケだから。あれどういうことだと思ったのか。あれなんだよって。何がクケケケだよ。でもその割にはその後普通に喋ってるじゃないとね。普通の口調で。悪魔的な口調とかじゃなくて。さあ、この曲を堪能するかじゃ。この上の、あれは、何なんだって。あ、地表ってあるよ。あ、そういうわけじゃないか。こっちの曲もいいな。いや、めっちゃいいよな。テンツとすげえ面白い、ほんと面白かったもん。なんか、ソウルブレーダーもなんか、世界復活させるっていうなんか、コンセプトがあったけど、それをうまくなんか、消化させたような感じなんだ。なんか、うまくそれを、なんか、それプラスなその外野幻想郷のいいところを、なんか、融合させて、まあ、そういう世界遺産とかそういうところなんだ。で、ガバッとなんか、うまくなんか、なんかほんと集大成って感じだよな。そのいいところをガバッとなんか、ガバッてなんて。まあ、そういう感じのあれよね。まあ、そういうなんか、いい感じになったのが天地創造。で、なんかやっぱ天地創造って、そのなんていうの、エンディングがすごくいいっていうのは、なんかそのね、もうやる前から聞いてて、エンディングは絶対に見た方がいいっていうのが、
もうそれ、そこはもうずっと昔から聞いたから、まあ本当すごいなと思った。言葉失うもんな。もう完全に、絶句って言い方あれだけど、なんていうのかな、本当なんかもう何も言えなくなってしまうというか、あんなに美しいというか、ああいうエンディングがなかなかないんじゃないのかなという。まあ感動してな。まああれは泣けるでしょ。まあその前のクリスタルホルムだな、一番最後の一日を過ごしてくださいって。あれも今日来るものがあるけどな。いいですね、天地創造。でも逆に、大人になってからやったから良かったのかな、もしかしたら。子供の頃やったら、でもそんな理解できないっていうか、なんか、理解できなかった、まあ可能性高いだろうし。まあ言うても結構、よくわからんとこ結構あるよな。考察みたいな。天地創造考察みたいな。結構なんか探せば、なんか結構出てきたそういうの。まあそこら辺は、おのおのに任せるわ。で、俺は、地上に行ってくるわ。常に曲を聴いてこい。いや、もうここまでやったら聞きたいわ、ちゃんと。なんかちゃんとじっくり聞いてない気がするんだよね。聞いてたけど、みたいな。なんか動画でやった記憶ないんだな。おい、よく言ってるよ、あんたが。はい、思い残すことない。なんだ。パンドラの箱の中で手にしたクリスタルで。パンドラに箱の中に災いがたくさんあったと。でもその中で一番最後に残ったものがある。それは一体何であるのか。それは希望である。らしいですね。なんでだよ。ジジイが、あの野郎がめちゃくちゃやってくれやんって。で、セカードがこちらの曲を聴いてるわ。もう目の前まで来ちゃったからな。世界のどこまでやんだって感じ。結構やってるよ。ダンジョン5個クリアしてるからな。ここに至るまでに全カットのような、もう全てカットだろ。どれぐらいの時間が流れたんだろうか。ゆっくり目を開くと、そこは荒れ地が広がっていた。おお。あのじいさん、無茶言うな。アークの性格結構好きだわ。くくって、僕じゃやっぱなんか悪者だよな。気楽に行こうぜ。呼ぶ言うわ。こうやってずっと監視されたわけね、俺は。我々は。さあ、聞こえ来ぞ。あの、こっちが好きだ。ああ、でも色ちげえ。あ、こんなだったんだ、色、最初。途中から緑になるもんね。こう。あ、待って。おぉ聞きたかったのに。なんていうことだ。間違って今入っちゃったから、なんか変なダンジョンみたいなとこに。最初から長さをカットして。悲しすぎる。あ、でもほんと最初こんな感じだったんだな。めちゃくちゃ荒れてんじゃん。最初こんな感じでめっちゃ真っ赤だったけど、そっからだんだん緑が染まってきて、で、この鳥が飛んでみたいな。そういう世界に変わってくるだけね。面白いな。へえ、でもほんとこんな感じだったんだね。面白いじゃないか。あの、この曲、好きだな、俺は。なんかこっちの曲を聴いてる、なんか、期間が長いというか。ほんと、冒険するって感じがするよね、これから。いいですね。俺、あれやったっけ？オーストラリアのさ。もうやった記憶はあるんだけどさ。あの、サンコーストだっけ？あそこのなんか、プライムブルー、撮ったはずなんだが、それを動画であったかどうかってのは、ちょっとそう、記憶にねえんだよな。また神隠しになったかもしれん。たまに起こる。なんか私の動画神隠しみたいな。撮ったはずはいねえみたいな。かっけえな。緑色の世界で見たかったけどな。
せっかくだからこんな荒れ晴れた感じじゃなくてよ。いや、いいな、曲がいいのいっぱいあるよな、ほんと。ラスボス戦もすごい盛り上がったし、曲だけな、こっちのレベルが高す、ちょっと上げすぎてしまって、上げすぎてしまって、そんなあれだったけど、もうなんかあっさり落ちまったけどな。なんか一回レベル上げやるとさ、なんかさ、止まんなくなるんだよね、途中で。なんか、面白くなってきて、なんかその、モードに入るつもり。レベル上げモードみたいな。だんだん夢中になってくるんだよ、その作業に。没頭し始めるっていうか。で、気がついたらレベルがめちゃくちゃ上がってしまっているっていう。悲しい話よね。ゲーセンとかでなんかクレーンゲームとかやってるのが、それでなんかもう、ハマってしまう感じが。ちょっと違うか。よくわかんねえわ。さて。これでおしまいすっか、じゃあ。あと、俺は何を言えばいいんだ、俺は。まあ、これはおまけ的な感じで。またな。